サカーリバとは、東ヨーロッパ人、特に中世アラブ世界や、中東や、北、アフリカや、シチリアやアンダルスにおいて、ゲルマンとスラブ人の隷と傭兵を意味する言葉であった。一般的に、このアラビア語の単語はビザンツ語の借用語であると考えられている。サクラブ、サクラブ、サクラービーなどは、スラブ人というギリシャ語スクラービーンの天下と考えられている。 この単語はより一般的には中央アジアや東ヨーロッパからの奴隷すべてを指すために使われた。ペルシア人の年代記作者のイブンアルイコールファキーフは朝黒い肌で黒髪で海の近くに住む者たちと白い肌に色が薄い髪で内陸に住む者たちの2種類のサカアリバがいると書いた。アブーザイドアルバルはクーヤーバとスラーウィーヤと アルサーニーヤというサカーリーバの三つの本国を述べた。イブラーヒームイブンヤークーブはサカーリーブの人々を中央バルカンの山間部、ブルガリア人の西、パノスラブ人の東、つまり現在のボスニアやモンテネグロやセルビアの周辺に位置づけた。サカーリーブは最も勇敢で暴力的であることで有名だった。イスラーム世界へのスラブ人奴隷の主な供給路はいくつもあった。 中央アジア経由、地中海経由、中央、ヨーロッパ及び西ヨーロッパ経由で、アンダルス行きのルートなどである。ボルガ川のボルガ交易路と他のヨーロッパ交易路は、イブラーヒームイブンヤークーブによれば、EN、ラダニテユダヤ商人によって供給されていた。テオファネス EN、ティーファニースは、ウマイヤ朝のカリフムアーウィアが、660年代に、 シリアに5000人のスラブ人傭兵からなる軍団すべてを定住させたことを言及している。ムスリム世界では、サカアリバは様々な方法で使え、また使えさせられた。例えば召使い、ハレムの女、宦官、職人、兵士、カリフの護衛などである。イベリア半島やモロッコやダマスカスやシチリアでの彼らの働きは、オスマン帝国のマムルークの役割と比較的よう。 サカーリバの中には、あとウマイア朝の崩壊後に、イベリア半島の大破の領主となった者もいた。古い資料の中のサカーリバは、他の東ヨーロッパの人々を指している、可能性がある。例えば、イブンハドラーンは、ボルガブルガールの支配者アルムシエヌ・アムズをサカーリバの王と述べている。これは、奴隷と通常の居住者両法の多くのスラブ人が、 彼の領域に同時に住んでいたゆえか、民族学的な知識の欠落のゆえであろう。ありがとうございます。